大田区立粒子記念館が来年開館60周年を迎えることを記念し、コンストラクション、構築物をテーマにした名作展が開催されています。昭和を代表する日本画の巨匠川端龍子は建築物に深い関心を寄せていたといいます。作品に描かれる建物は緻密なデッサンをもとに描かれ、単なる風景画を超えたこだわりを見ることができます。こちらの作品にはコンクリートのビルと瓦屋根の家、そしてこれから日食が始まろうとしている場面が描かれています。なんか大きなビルによってどんどん空が狭くなっていって、日食が、ね、なかなか見れない、あるいは建物でどんどん日向がなくなって薄暗くなっていくみたいな街の風景が描かれてまして、まあ、建物好きだった粒子がですね、社会風刺あるいは時代をこう描こうとした、そんな部分が見られる非常に面白い作品になっております。作品と展示会場との親和性を強く意識し、大画面の作品を数多く残した川端粒子、この記念館も粒子自ら設計しました。巨大な作品を飾るための、まあ、いわば自分専用の展示場を作ってしまったわけなので、この、ね、粒子記念館に来てこそ楽しめる空間というのがここにあるんだと思います。作品の構築性と粒子記念館の空間を楽しめる名作展、会期は令和5年1月15日までとなっています。